Merhaba Leyhua, kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi The First Final'ın direkt birinci bölümünü izliyoruz. En baştan itibaren başlıyoruz. Direkt geçelim, izleyelim. Zaten sürekli olarak The First olsun, The First'ten böyle performanslar olsun falan ve bayağı bir izlediğimiz bir durumdu. İzlediğimiz bir programdı, izlediğimiz bir gruptu. Direkt geçelim, izleyelim bakalım ne bekliyor bizi, görelim. İkinci bölümüne gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorum belirtebilirsiniz. Let's go! Hey, Sky. Ölçülemez yeteneklere sahip gizli mücevherler. Söyleyemedim. De. Sky High! Adamsın lan. Produced by Sky High. ものすごい才能を持ってる子がたくさんいるのに、それがこう開花できる環境がちょっと少ないっていうのはすごい。Helal lan sana. 自分のスタイルのままで才能を開花できる環境、そういうものを。Helal sana, helal. 掲げた日本の新しいカルチャーっていうのを作りたいなと、それをしっかりと発掘して。世界で活躍するボーイズグループを作りたいと思います。よっしゃ。わあ、ben bunları izlemedim bu arada. İstiyorsanız izleyebiliriz. Baksana. Hala bak. このままだと日本から良質なダンス&ボーカルグループっていうのは生まれなくなっちゃうなっていうのは危機感感じてました。いやー、今でもどうでしょうね。日本から素晴らしい才能は芽を出していて花を咲かせていて、それは素敵なことだと思うし、アテスなアテスアテス既存のシステムとか、まあ、大きな事務所さんとかそういったものにはものすごい強いリスペクトを持ってるし、愛もあるんですけど、それでもどうしても出口の数が限られてて、でそこのこう形にはまれない子はすごい才能とかクリエイティビティとかを持ってても世の中に出れないっていうパターンが多すぎてね。若い子とかはやっぱりダンス&ボーカルでトッププロになりたいから韓国語を学んで韓国に行くんだよね。それはそれですごい素晴らしいことだし素敵なことなんだけど、出口の数がやっぱりないまま消えていく際にどうしても多いのをたくさん見てしまったので、すごいダイヤモンドが眠ってる鉱山を誰も発掘することがなく廃れていくっていう未来が見えたんですよ。いや、早いですね。思ったんで、才能が才能のままその目をこう咲かせる出口を。 You perfect man. You are good man. 気がついてしまったのだからもう早くやらないといけないと思って、思った人が始めなきゃいけないよなと思ったのでスタートさせました。えらい。ミュージックで。Hey, çocuklar burada. Neyse. Aman. İyi, herkes var. Baton zıttı tınayı dekita kara. Daşı. Shinfa とか東方神起とかさ。He. 海外でヒット出さなきゃっていうの。Doğru söylüyor. 日本はその本当最初の段階、カルチャーそのものを作るつもりでいかないと、新しいことやろうとするときってこう、まあ。Tüylerim diken diken oldu. Sky'a baya bir saygım arttı ya. Adam tam respect man oldu yani şu an. Ne diyordu ne? 今俺いくらだったら出せるかなと思って。自腹で1億円を出資したっていう形ですね。決してその他のまだ見ぬ才能のためだけに1億円出してるわけじゃなくて、自分の人生もかけようと思って。100 milyon yene bakacağım bu arada. Yani. 12,5 milyon mu lan?
What? おは。うまくいくかわかんないけど、絶対に必要なことであるから、絶対にやるべきことであるから、もうこれしかない。この道に進むしかない。社長として1年目は本当に大変ですけど、いいスライドアップしや。そういう意味では彼らと同じ1年目の挑戦者って意味では全くそこの点では一緒なので、わkendi şarkıları değil mi bunlar? Vay be. すごいいます。結構絞ったつもりだけどまだ200人真正面から向き合わないといけないという覚悟を決めているつもりではあるけれど、人生かけてるみたいな子がやっぱ多くて、そのそれはそうだって話かもしれないんだけど、マイベやっぱりそうなるとしっかりと人生をかけないと、今あるすべてのものとももちろん共存共栄で、やるしや一つでも多くの夢が叶う場所があればいいと思うんですよね。高筆の新設校が甲子園常連校とかに立ち向かっていくっていうのは、俺はもうだからルーキーズだと思ってるんでね咲かせる水をやるために、まだまだ本当に頑張りたいなと思ってるし、応募してくれたみんなにはすごく感謝とリスペクトがあります。はい、であるすめいいショーター。審査するポイントになるのは、クオリティファースト、クリエイティブファースト、アーティシズムファースト。クオリティファーストっていうのは単純に、まあ、歌がうまい、ダンスがうまい、ラップがうまい。その中でも大事にしたいのは基礎の能力。You should be able to 歌詞を作るとか、メロディーを作る、トラックを作ることとか、自発的に考える能力をクリエイティブファースト、アーティシズムファースト、自分はこういう人間であるっていうのをステージ上で提示できる力どれぞやで中心に見ていきたいなと思ってます。わっうえぇ、Hadi bakalım göster. Show 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 show. Anigashimasu. Anigashimasu. お世界にも通用する音楽というのを作りたいっていうふうに書いてらっしゃったので、まあ、自分もそうしたいと思ってたのでちょうどいいなと思って。Bakalım abi. Neyi?オーディション参加者の子たちです。おお、おお、すごいですね。生で直接会いたかったな。ワイブどん、アダムヘイジャンランドイムリディル。昨日全然寝れなかったからな、目真っ赤なんですよね。歌がちゃんと聞こえるといいなと、こっちの環境でね。原石だらけでしたね。たった3ヶ月で別人のようになると思うので、それが世の中に出た時一体どれだけのインパクトを残せるだろうかと思うと、もう高揚感ワクワクは止まんないですし。はい、やかるボーカルパフォーマンス、イエーイ。部屋の中から、うん、Allah Allah, kimmiş o acaba? Adam bayağı heyecanlı, anladın mı lan? Baka baka des. 昔からその芸能界の方にすごい興味があって、
出身が熊本なのでそういうこうきっかけとかが全くなかったので熊本ね熊本Japonya'da bir şehir. Kumamoto de mo şikkari koyu yumei narerun da zo っていうのを見せたいなと思って今日受けに来ました。Helal. こんにちは。ランくんですね。はい、そうです。お会いできて嬉しいです。スカイハイです。Niye yüzde görüşmeler? Face to face? Face to face. ありがとうございます。ラン君はダンスずっとやっているものね。あ、そうです。ダンサーとしても有名になってトップダンサーにっていうこともあったと思うんですけど、ボーイズグループとかはやってみたいと思っていたんですか？はい、そうですね。あの僕が小さい頃からずっとその芸能界の方に興味を持ってまして、まあ、そのダンスもずっとやってきてて、なんかそういうこう人前で見せて踊れる場所っていうのがすごい憧れてて。歌とかも練習してるの？一応はい、なんか友達と行くときに毎回歌ったりとかするぐらいなんですけど、今日のためにしっかりと練習してきました。はい、課題曲は何にしたんですか？ダイスさんのシトラス。おお、すごい難しい歌だけれど。Evet. リラックスしてやってください。まいかどん。Fena değil.Fena değil gibi. Süperşi. Oy. İyi göster. Bakalım nasıl. しいです。ありがとう。ありがとうございます。ダンスはやっぱりポップとかが好きなの？あ、でもポッピングダンスのせいで。ポップダンスがずっとやってます、ね。他のジャンルとかもダンスは好きですか？はい、やっぱり一つのジャンルだとこう制限があるので、うんうん、こういろいろなジャンルなども取り入れながらやってます。偉い。すごい。歌も素晴らしかったです。ありがとう。ありがとうございます。まあダンスがあるだけリズムいいから歌も。リズムがもっとキャッチできるといいなと少し思ったくらいで、はい、走っちゃうよね。緊張するしね。そうですね。あの次東京で会えることを楽しみにしてます。ありがとう。はい、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。いやどうですか、思って超緊張しましたね。もう日頃人前で歌わないのでそんなに。でも出し切れました？まあ全力は出せたと思うんですけど。そうですね、もうドキドキで待ってます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。すごい生で見たかったな、ラン君。
はい、東京で会いましょうとかあんまり言わない方がいいっぽいです。あ、なんでですか？撮ったみたいになっちゃう。自分の中ではもう決まったことだったので言っちゃえば後で他の誰が何言ってもはいはい、初めましてスカイハイです。あ、初めまして、このシオンです。僕はあのシオンくんを番組で見ていたので、あの存じています。 ありがとうございます。2年前に、プロデュース101ジャパンの番組に出させていただいたんですけど、デビューすることができなくて、本当に悔しい思いでこの1年間、過ごしてきました。またあのこういった形でオーディションに応募してくれたっていうのはどういう理由があったんだろうと思って。ファイナルに一応行ってて、うんうん、いろいろデビューする手段があったんですけど、今の実力にまだ自分で満足できていなくて、うん、もう一回鍛え直してやりたいなっていうのが自分の中であったので、うんうん、じゃあ声出しましょう。あ、はい。OK Kim bu? 16 yaşında mı? そうなんですよね、座って見てらんないですよね。それは全身で受け止めたいし、踊らせるくらいのことをさせたのは彼らなんで、彼らに言ってください。ドアルでね、ドレッグドゥゼバセター。いや、しかしこれね、選ぶのが大変だな。ラッパーですね。キム？ありのままっていうか、何も聞かざらず。あ、もうヒロ。とりあえずありのままでいきます。カチクシはロドミヤシマだ。俺だけってことで。ありがとうございます。ありがとうありがとう。で、レプチバシがレプチやるよ。オッケー、アメ？バイブスを感じました。運動神経とかも含めて体がすごく動きそうなタイプだから、あのきっとダンスとかもしっかりやったら向いているかもしれないし、動いても体の軸がしっかりとあのぶれないっていうのはあの動ける人なので。あとラップに関してはビートをあの見失うことがやっぱり多かったからね。そうですね、やっぱりビートとこう絡まることが一番大切なことだから、ビートをとにかく聞いてその上でこう言葉を出すっていう感覚を身につけたら多分すごく伸びると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。応援してます。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。ロン、お疲れ様でした。ありがとうございました。あー、緊張してた。何でもなんなん？緊張してましたね。すごく疲れた。夢き、夢き。本気でないといけないし、本気でコミュニケーション取らないといけないし、うん、すごくこう、大変な責任のあることだなと、痛感しましたし、こんだけいろんな形の才能が、いるんだなっていうのはね、衝撃的でしたね。ほら
やんれんしゅうえかべよし、うん、müzik dansı artık böyle yer mi varmış lan oha Okay. はじめまして。はじめまして。スカイハイです。会えて嬉しいです。僕も嬉しいです。よろしくお願いします。石川雅史です。このチャンス絶対掴みたいので、よろしくお願いします。アーティストになりたい。頑張れ。いつ頃からですか？中学2年生の時ですね。あ、そうなんですね。ちょっと楽しみにしてます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。どうですか？はい。わお。もうかに。素晴らしいですね。ありがとうございます。すごい。歌とかも同じところを使った発声が増えてる気がするんですけど、それでもなんか変輪変輪ですごい色気みたいなのを。biraz sanki zorlanıyormuş gibi ben hissettim bu arada。しました。そうですね。これ言うとスタッフに怒られるんですけど、東京で会いたいなと思っております。スケジュール開けておいてください。ありがとうございます。ありがとうございました。イエーイ。ありがとうございます。失礼します。はい。ありがとうございました。兵庫県出身の大林海里です。よろしくお願いします。İyi. Bizim çocuklar nerede ya? Bizim çocuklar hiç gözükmedi bile. Nerede oğlum? Nerede? Şote nerede? Ryuki nerede? Ne bileyim. Manto nerede? Junon nerede? Hiç kimse yok. Buah. Kairyu-kun desu ne? Kairyu-kun desu ne? Hay. よろしくお願いします。お会いできて嬉しいです。ありがとうございます。はい、海龍くんはもともと韓国にいらっしゃったんですか？そうです。韓国で半年ほど練習生をしてて、まあ、退社することになって今このオーディションを受けました。なるほど。まあ、今他のその大きなオーディションとかもあって、そのスカイハイさんの言葉とかいろんなそういうのを見た時に行きたいなと、単純にすごいかっこいい会社だなと思って、ここからデビューするメンバーに入れたらいいなと思って受けたので、一応最終まで通ったんですけど、一応通って頑張れ、まあ、頑張りたいなと思っています。おううありがとう、感動してしまう。これ直接見たかったな。聞き飽きたWow. Okay. すごい才能のある
ありがとうございます。ありがとうございます。素敵でした。ありがとうございます。ものすごいすごい歌声を持ってると思って感動したし、ものすごい才能があると思うんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。せっかく跳ねたビートのディスコソングなのに少しバラードのテンションで歌われてるような感じだけ少し気になりました。うぅできることを楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。いやぁ、いろんな笑わせた。すごい緊張しましたけど、まあ、やるやーブロー。まあでも特に13歳にしてやっぱりラップがうまい子、ダンスがうまい子、歌にアーティシズムがすでにある子、ゴールデンエイジでした。でもおめでとう時間なるでゴールデンエイジ広島県から来ました。13歳の13歳リックくんですか。はい、お会いできて嬉しいです。スカイハイです。こちらこそ嬉しいです。大人っぽいですね。ありがとうございます。よく言われますか。身長が高い方だと思うので、うんうん、多分その印象で言われると思います。楽しみにしてます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。こうやって見たら全然ね、13歳には見えないですよね。すごい。していたんですか。あ、それは小6の時から。うん、じゃあまだ1年2年なんですね。はい、すごい才能がありますね。あと誕生日おめでとう。カシュラ、ありがとうございます。明日だけどね。はい、すごい手足が長くて素敵だなと思っていたんですけど、それだけじゃなくて動きの一つ一つもすごく綺麗だし、とても素敵でした。ありがとうございます。明日14歳か。中学2年生かな。失礼します。こんにちは。こんにちは。ソータくんですね。はい、ソータです。うちのです。いろんな自分の特技を、今回見せつけられることになります。ね、バイベオン。ソータくんラップするんですね。します。ラップ作詞だったりします。楽しみにしてます。じゃあシャークスズビでやずよね。俺の知らないとこで何か起きてる。俺の知らない君は何を見てる。 Yo Yo Did you watch my beats? Yo OK 就这样了。あるべ。すごいね。身長も63センチか。Hey. Hey.
てたらたまたまできたよ A キャー。このまま楽しく生活カッコつけてインスタでフレクシー、水かけたら喜ぶ姉ちゃん、わびエビデイナイトフェーバー。これ細胞だな、これ細胞じゃん。すごい、びっくりしちゃった。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい素晴らしいですね。ありがとうございます。ダンスもずっとやってたの？はい、やってました。ラップするようになったのはいつくらいからなんですか？2年前ぐらいにビッグバンを見てやり始めて、真似をしたのがきっかけでずっとラップやってます。なんか将来こういうアーティストになりたいみたいなのってありますか？今はこのオーディションを最後まで行って、もっといろんな人とか、なんか曲作りたくてもなかなかできない人とかに、自分はできたんだよってことを見せて、もっといろんな人に影響になってます。偉い。うん、すごい喋りのすごいハキハキしてて、しっかりしてる。しっかりしてるってよく言われる？あんま言われないです。ダンスもすごい、なんかグルーブをキャッチするのがとても上手ですね。ありがとうございます。音楽が好きなんだなっていうのがダンスで伝わってきたのが、すごくなんか見ててワクワクしました。とてもすごい才能をお持ちだと思うので、すごく今後が楽しみです。ありがとうございます。才能、決まりましたか？才能。じゃあエンディングと。Neyse abi, videonun sonu diyelim. Daha fazla The First Final ile ilgili devamını istiyorsanız videoyu beğenip yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kez bakın, görüşmek üzere. Bay bay.